していってね。この動画は、読んだ漫画の感想、レビューをする動画となります。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それではレビューを始めます。永久雇用は可能でしょうか？ソウルトラハイパーモンゲー面白い作品。作風や持っている空気感覚は、エマ、に似ており、エマとか好きならきっとガチでハマる大人向けの作品。この漫画はいわゆる恋愛漫画で、ジャンルとしては彼線の JK と、池オジとの恋愛漫画なのぜ。女子高生というか、16歳とかそんな年齢の女子がメインヒロインです。うちら無機物のおまんじゅうは人間の恋愛ものってよくわからない。そんなおまんじゅうたちでも面白い。って思ったガチで奇跡の作品3点です。おまんじゅう的にはこういった作品がアニメ化してほしいと常々思っているのぜ。でもこの作品は高級お紅茶って感じで、レッドブルとかそういう作品じゃないのぜ。2020年でアニメ化目指すなら、わかりやすく、単純で、暗黒空っぽにして見れる、一方的に受け手が気持ちよくなれる作品が好まれるからね。その思想は合理的だし、アニメを見るとか、映画を見るって実は2020年においては、しんどい行為、なわけなんですよ。SNS とかはアプリかなんかがスマホに入ってて、クリックすればアクセスできるので、一方のアニメとか映画といったコンテンツを見るとか、ゲームを遊ぶっていうのでもいいんだけど、決められた場所に行って決められた所作をしないとアクセスできないから、怠惰で忙しい現代人に最適化されていないので、アニメとかコンテンツをたしなむっていうのがそれだけしんどい振る舞いだから、そのマイナス要素を打ち消すメリットをコンテンツ作品は受け手に与えないといけないから、わかりやすくてあんこ空っぽにして一方的に気持ちよくなれる作品じゃないと厳しいんだよね。まあだからこういう読んでみて面白いけど、思いお尻を持ち上げて、コンテンツを買ってとかコンテンツを開いてとかそういう儀式に必要なインスタントじゃない作品は、どんなに面白くてもそもそもクリックされないっていう初めから足かせついたような状態になります。で、内容は貴族っぽい金持ちの家で住み込みメイドをしていた女が主人公。こいつの家は、何でもすぐ嫉妬する奥様に、すぐにメイドに手を出す夫みたいな絵に描いたようなクズ一家の既得権の家で、ここでその家の旦那のセクハラに耐えながら働いていたが、嫉妬深い奥様によって無事解雇、この先仕事どうすんべ？ってことからトリマ、終点まで行こうってことで田舎町に行く。その田舎町で気難しいチベットスナギツネのような魔法使いが存在してて、その家が住み込みのメイドを募集しているというところからその家のメイドになる。主人公はその家の気難しい家主が、野生のチベットスナギツネみたいなもんだと思っているので、野生生物の触れ合いにおける最も大事な部分である、ある程度距離感を持って接する、ができる猛者だったので、その魔法使いと良好な関係を築くことに成功する。その家はしっかり適度な距離感さえわきまえていれば雇用環境や仕事は最高で、あでもチベットスナギツネさん羽本当に神的にいい人だから、という感じ。そこに、セクハラしていた元家主が来たりとかイベントが発生するという、そんな感じで、チベスナな彼セントメイドのロマンスグレーな落ち着いた感じのラブロマンス？すごい作品。うちらおまんじゅうはチベットスナギツネがクッソ好きだから、彼線の池オジをチベットスナギツネに例える感じのセンスがクッソ可愛らしくてとても好きになったのぜ。この漫画は普通にスローライフな大人向けの恋愛っぽい描写だったり、街並みの表現とか、匂いまで感じられるようなエゲレスのコッツウェルみたいな感じがモンゲーお上手でいいんだけど、それだけじゃなくて、とにかく動物たちが可愛いんだよね。そうそう、ここからネタバレほどではないんだけど、例えば野良ニャンコは狡猾な生き物だって部分で、ニャンコが、いいこと？いかにも何も食べていなくて空腹です。って感じの表情でこびなさい。そうしたらここの女は餌をくれるわ。みたいなニャンコ特有の狡猾な感じがよく出ててべね。この漫画はとにかく動物がクソ可愛くて、その動物特有の可愛い部分とかがめちゃんこ出てる、大変ベネな作品なのぜ。それと、どうでもいいことなんだけど、この漫画って実質現代 JK とおじさんとの純愛ものなんだけど、この主人公が制服着て、現代ジパン部とかで、この彼おじが高校教師とかだときっと数パーセントの人間は忌避するんじゃないかな？不特定多数の人間というのはステレオタイプと風潮を重んじる生物であり、社会は風潮やステレオタイプを常識として押し付けることで、社会を安定化させることに成功した健能な生物だからなのぜ。風潮やステレオタイプって、意思決定や行動方針のノイズになるからない方が意思決定や行動方針を合理的に行えるんだけど、あった方が社会全体が安定するんだよね。まあ、そんな感じで、恋愛とか、ニャピでヘッツでも楽しめると思われる、めちゃんこ面白い漫画。寿司と魔王永遠の帰り恋に咲く。
ソウルトラ激烈に面白い乙女漫画その2。まず、うちらおまんじゅうは無機物だから人間の恋愛とかチンプンカンプンなのぜ。おら、さっぱドワガンね。で、この漫画は二部構成というか、魔族のオートクス氏のメインヒロインとの恋愛がシナリオの半分の要素なんだけど、残り半分は世界を救うって話なわけ。で、その残り半分がクッソ激烈に面白いから、ガチでクッソ激烈に面白い。ここ最近読んだ乙女漫画の中では群抜に面白い作品だったのぜ。何が面白いって恋愛要素以外の部分のシナリオがただの神ってるシナリオだって部分で、これがまあ、クッソ面白い。内容は、ジパングでコロナウイルスを殺人ウイルス化させたような世界的パンデミックの世界で、そのウイルスの処方箋を開発していた医療研究者の女がメインヒロイン。こいつがなんやかんやあって異世界に転移してしまい、異世界でクス氏として活躍していたら、その噂を聞きつけた魔王となんやかんやあって恋仲になる。で、その異世界は魔王軍が統治している地域の鉱物資源が欲しいってことで、侵略戦争を仕掛けて返り討ちされたクズ人間たちが魔族に逆恨みしているような世界。そんな感じでなんやかんやあって確執がある異世界で、人間のために、田舎で薬剤師をしていた主人公は、前半では主要人物の紹介とか、恋愛対象とのイベントなどをたしなみつつ、ナロー系な感じで過ごしていたら、ここからネタバレ？なんやかんやあって、なんと主人公の世界と同じ殺人ウイルスが発生。ここから一気にこの漫画がクソ激烈に面白いくなるのぜ。やっべえ、こいつはマジやっべえわ、パネー。ってことになってしまい、元の世界ではどうしても処方薬を作ることができなかった主人公が異世界の技術を使って処方薬を作って、しょうがねえなぁ、一挙助けてやっか、という二つの世界を救う漫画、と、恋愛漫画なのぜ。とにかくシナリオラインが美しい作品であり、前半では恋愛をサクッとたしなみつつ、テンプレを踏襲し主要人物紹介、後半のパンデミックのシナリオが始まったあたりの、主要人物たちのロールがカチッとハマるもんげーって感じのシナリオがクッソ激烈に面白い。何が面白いって、世界を股にかけるシナリオの部分が、グッドアイデア賞、なのぜ。今までうちらおまんじゅうはたくさんのナロー系を読んできたけど、この、異世界と現実世界で同じ病気が流行するって設定の漫画は読んだことがなかったのぜ。例えば、時空魔法を覚えて異世界と現実世界を行き来するってシナリオは結構あったんだけどね。あとは薬剤師と会社が現代知識を使って異世界で無双するって話もあるけど、本当に些細なことなんだけど、組み合わせの発見がごいすう。コロナ、ナロー系と、アイデアの元は存在したし、ほぼ誰もがやろうと思えばできそうなアイデアではあったのぜ。ただこの思えば些細なことを発見して実行して認知させるってのがまあ、クソ激烈に難しいのぜ。自分のアイデアを盗まれたってことで凶アニかなんかを燃やしたクズがいたんだけど、ぶっちゃけ、今、世の中には100人くらいが全く同じアイデアを発見しているって感じなんだよね。アイデアを思いつくってのは誰でもできるのぜ。で、ここからがポイントで、そのアイデアをいっちゃんはじめに認知させるまで持っていったやつがそのアイデアの第一発見者であり、利益が出るなら利益を総取りできるのぜ。ここが理解できていないと、アイデアを盗まれたって思った一部のクズがクソを撒き散らすんだけど、本当に何度も言うけど、今あなたが温めている、誰にも言っていない世界的に大ヒットするとあなたが思っているアイデアははすでに世の中の100人は思いついているから、アイデアだけじゃ、大気と同じ価値しかないのぜ。作って、認知させて初めてそのアイデアはあなたのオリジナルになるのぜ。とにかく面白いの一言であり圧巻の作品、没落霊場、貧乏騎士のメイドになります。この漫画も恋愛ヌーブのおまんじゅうたちが読んだ中でめちゃんこ面白いコメディよりの漫画。内容は、熊のような男、というありがたいキラキラネームをもらったせいで、こうじらせてしまった貧困法制のメインヒーローが主人公。こいつがなんやかんやあってクッソ美人のメインヒロインとエンカウントして、偶然このメインヒロインを救うというイベントが何回かあるのだが、その度にこのメインヒロインから、あの女の目、養豚場の豚でも見るかのように冷たい目なのぜ。冷徹な目だ。かわいそうだけど、明日の朝にはお肉屋さんの店先に並ぶ運命なのね。って感じなのぜ、押されてしまう。その後なんやかんやあってメインヒロインの家は没落。その後なんやかんやあって主人公がそのメインヒロインを保護して、そこから甘酸っぱい恋愛と、そのメインヒロインを中心にした陰謀みたいなのが発生するという漫画。前半の前振りというか、得意な部分の設定が乱視や近視あるあるしてて面白い。これ、乱視の人間がクッソよくやるのぜ。乱視ってある一定の距離を超えるとピントが合わなくなるだけの症状だから、日常生活では支障が出にくいからなかなかメガネを作らないんだよね。メガネ作らなくても日常生活の 90% 以上はなんとかなるのぜ。で、この漫画は純情で奥手同士の恋愛しているし、メインヒロインもメインヒーローも、
ガチで一切欠点や嫌味のない性格しているから読んでてイライラしないしスラスラ読める。この漫画って、主人公がメインヒーローのイケメソ目線で物語が進行するんだけど、絵柄とか内容が女性向けなんだよね。さらには、女性向けのこの手の悪役令嬢ものの作品って、メインヒロインが割とネガティブな振る舞いをする感じで、例えば、こんなにお慕いしているのにどうして私のことを好きになってくれないの?みたいやつだったり、まあそんな感じで多分男性?が、おえ?ってなる感じだったり、あとは、メインヒーローが壁ドンをしたり、俺様を好きになればいいんだよ、みたいなこれも男性が多分、おえ?ってなる、壁ドンだったり、あっちはこんなにお慕いしてありんすのに、どぼちて、みたいなのは、ターゲットを乙女に特化するならありさんだし、そういうのでもいいと思う。でこの漫画はそういう乙女漫画なんだけど、バランス感覚が絶妙というか、読んでて不特定多数だったり、乙女じゃない層が匹敵するようなシナリオやキャラで出していない部分がガチでお上手というかバランス感覚がすごすぎー。な作品、とにかく、メインの二人の性格に一切嫌味がないのぜ。それでいてパーペキ超人じゃなくて欠点も見せるから人間らしいって感じさせる作りになっているし、この漫画読んだ時に、キャラクター設定がお上手すぎてはえってなったのぜ。どの漫画も全部大変おすすめ。